よし、この距離なら十分なはずです。ティアナさんに連絡してみましょうか。もう少し距離を置かなくていいの？実験には慎重さが大事です。何しろどんなことが起こるか誰も。どうしたの？ティアナさんのペニウス、どうして機能していないのでしょう？どうやらまた不慮の事故があったみたいなのです。あんたはシュレーディンガー博士？正解なのです。ですが、私の声が聞こえるということは、あなたたちのいる空間がまた不安定な状態に戻ったという意味なのです。つまりそれがキアナさん側の信号を受け取れない原因ですか？簡単に言うとそうなのです。ちょうど少し前にいろいろ調査を行ったのですが、結果を聞きたいなのですか？もちろんです。でも今はキアナさんたちの状況を確認することの方が大事です。その短気さは昔と変わらないなのですね。大丈夫なのです。あなたが心配してることも、私の話したいことも同じ根源を持っているなのです。それって、私たち性婚覚醒者の存在自体が性婚計画を広げる手助けとなる、つまり礎石になってしまうという話ですか？なるほど、そうなのですね。その後のあなたたちを見る限り、ネガティブな情報をあなた一人だけに伝える必要はなかったようなのです。ねえ、二人は一体何の話をしてるの？私たちが前に口にしていた月が支配する世界の泡は地球と関係がないという話を覚えているなのですか？実は天文学から考えると、天体が空間を支配できるのはそれが引力の中心にある時だけなのです。宇宙にとって天体は壁にある画鋲のようなもの、いわゆる虚数の末梢をこの銀河という上に固定しているなのです。そしてこの壮観な図形を拡大してみると、地球の近くでいくつかの穴が現れているなのです。穴？その表現は虚数特異点のことでしょうか？そうなのです。引力特異点が現実でブラックホールを形成したように、虚数特異点も上辺の現実を引き裂き、世界の本質を赤裸々に暴くなのです。それに比べてあなたたちのような性婚覚醒者は逆に、すでに引き裂かれた現実の上に現象という名のパッチを生み出すなのです。現象ですか？長光さんが考えた当初と何か関係があるのでしょうか？この言い方は少し省略しすぎているなのです。具体的に言うと、私の言う現象を本質の間にある関係だと思って構わないなのです。律者の天性は単純なことを極端にすることなのです。そして性婚覚醒者の天性は異なるものをつなげ、この世界にない新たな何かを発展させることなのです。人生は橋で、その偉大さは目的とは関係がありません。正午、夕方、夜明けをつなげ、その過程で意味をどんどん広げていくのです。この言葉のようにでしょうか？自由意志という視点から考えると、確かにそう理解できるなのです。それに性婚覚醒者だけでなく、今の言葉だけで考えると、誰もが自分自身の人生の創造者であり、謎を解くものであり、救うものでもあると願いたいなのです。少なくともあなたが見たように、人間性を持つ律者たちは多かれ少なかれそれができているなのです。ところで、
今の最優先事項は人生の意義を分析することではないなのです。成功を背負った人たちは生まれながらにして網を編み出す雲なのです。そして成婚計画は大きな網なのです。終焉の力を束縛し吸収できるほどの。ただその網はまだ新しく、人々の夢と成婚覚醒者の存在を用い、より複雑な現象を編み出す必要があるなのです。皆さんの主観的な意思とは関係なく、それが私が以前ビアンカさんに話したとても悪い知らせなのです。なのにビアンカさんたら、そうだとしても仲間と一緒に正しい方法を見つけて危機に立ち向かうと言ってきたなのです。まあ捨てる神あれば拾う神ありとも言うし、羅針盤博士にも何か発見があったんでしょ。羅針盤博士、まあいいなのです。あだ名は気にしないなのです。とにかく成婚計画は網を編み出すようなもので、律者たちはその未完成の網を燃やす炎のようなものなのです。だからこそヨルムンガンドは成婚計画の初期段階であらゆる律者コアを封印したのですね。はい。そしてその一方、もし律者が己の力をいくつかに分けて使用できるなら、その力も別の網を作ることができるなのです。引力の影響で物質が太陽系を形成したように。とにかく成婚覚醒者と律者は磁石の両端のようなものなのですか。その表現は正確とは言えませんが、あなたたちにとっては理解しやすいかもしれないなのです。例えばキアナさんのゲニウスがなぜ機能していないかというと、それは別れた後の彼女たちの時間がほとんど流れていないからなのです。え、彼女たちの時間が流れていないなら、私たちの時間が急速に流れているのですか。はい。それが先ほどの簡単に言うとのより複雑な内容なのです。この成婚計画に関係する特殊空間の中では、あの三人の律者から離れると虚数空間の中でのあなたたちの距離はおのずと倍になり、その結果時空が異なってしまい、彼女たちからゲニウスの信号を受け取ることができなくなるなのです。もし私たちが出発した地点に戻ったら、彼女たちは少し離れただけで大した距離を歩いていないと気づくはずなのです。彼女たちが持つ虚数空間に影響を与える律者の力は二人の体内で覚醒した成婚を超えている。それは朗報ですね。少なくとも元の道をたどれば、その分析結果を彼女たちに教えることができます。じゃあその後は。羅針盤博士の話だと、結局私たちは彼女たちと手分けして行動しなければいけないんでしょ。片方がプラスで片方がマイナスなら、さっきの終わらない迷宮をぐるぐるすることになるんじゃないの。確かに。ですがそれは私たちにとって一つのチャンスでもあります。では実験を始めましょうか。ええ、やってみましょう。あ、もう二人の姿が見えなくなりました。二人とも歩くのが早いね。どうかしたの、メイ先輩。何かがおかしいわ。私たちはそんなに歩いてないのに、どうして彼女たちは。あ、戻ってきたみたいです。本当だ、なんでだろう。
私たちは即戦即決してまた戻ってきました。先に言っておくけど、これから私たちがしようとしてることを聞いたら、あんたたちは絶対びっくりするよ。私たちはこの足で地球に戻ることにしたんだ。ええ、結論だけ話すと、確かに私たちは徒歩で月から地球に戻ろうとしています。え、バカバカしい話だということは十分承知していますが、具体的な理論と分析は以上です。私たちが十分な距離を取れば、律者のあなたたちは簡単に迷宮を出て現実の月に戻り、最深部に行けるでしょう。でもその場合、月と地球の直線距離は38万キロあります。たとえ律者以上の身体的な素質があったとしても、どうやったらその距離を超えられるのか理解できません。そんなの、もちろん崩壊エネルギーを使うんだよ。はい、私たちは聖魂計画自体の力を利用しようと思っています。今の話通り、聖魂計画の力はある意味律者と聖魂覚醒者の間に相反する影響をもたらします。今の私たちが受動的に聖魂計画の網に協力しているなら、この迷宮自体も地球を支配する聖魂計画の中枢の何らかに属しているはずです。どうして？前にも話したことがあるのですが、月の周りの空間構造が安定しすぎているせいで、シミ消しを展開できなかったことがあるのです。そういった状況では、聖魂覚醒者でも今の私たちのように自発的に周りの虚数空間を拡張することはできません。また別の角度から見れば、ヨルムンガンドの虚数空間の操作はかなり慎重ですから、私たちが今いる場所は実用性のないただの派生空間ではないのでしょう。もちろん今のはあくまで直感による推測ですが、本当の証拠は実はこれにあります。これは私たちが先ほどシミ消しで補足した情報の投影です。これが私たちの地球から来ているのは明らかです。中には私たちのよく知っている駅、町、広場、公園、海岸などなどがあります。この雑然とした馴染みの情報は私たちからそれなりに近い場所にあります。洪水のように月に集まり、何らかの加工を経てまた地球に戻されています。つまりね、聖魂覚醒者である私たちはこっそり聖魂計画に便乗して地球に戻って、そこで助けられそうな人を探せるんだよ。はい、それは便乗で遡ることでもあります。とにかく神殺し走行の推進システムで48時間ほど飛行すれば地球付近の虚数領域に着くはずです。その後シミ消しの力を使って実数空間まで浮上し、今の地球の状況を把握すれば、これからの行動を決められます。シュレーディンガー博士の観測によると、天命本部は聖魂計画の影響を直接受けてはいません。つまり当初作戦とは、天命がこの半年間で集めた各種の資料をもとに開発した試験的な技術のことです。簡単に言うと、世界の泡から来たいくつかの技術を使うことで、虚数側の直接攻撃から個別の地点を防げるんです。もちろん周縁の律者と聖魂計画も含めて。つまりその影響範囲が世界全体じゃないから、今までデュランダルはその話をしてなかったのかな。でも、もしケビンが二人の行動に気づいて干渉しようとしたらどうなるの？私たちは最初の皆さんのように封印されるでしょう。しかし聖魂計画がすでに起動している今、ヨルムンガンドはその通路自体に小細工をしないはずです。
ですから、気づいたとしても私たちに細かく干渉できない可能性の方が高いでしょう。つまりそれを逆手にとって彼らの慎重さを利用するの。なるほど、確かに試す価値のある方法に思えるわ。ええ、とにかく現状を変えられない、それこそが最も恐ろしいことです。でも私たちも律者として自分たちだけの戦い方を見つけないと。ところで、実は3人にとって有益な情報がもう一つあります。シュレーディンガー博士の観測によると、私たちが行こうとした最深部に、彼女なりの言い方で表現すると、燃え尽きた不動点があるそうです。終焉の残骸でしょうか。関係あるかもしれません。ですが、その燃え尽きた不動点は二重に機械改造されているようで、シュレーディンガー博士でさえ不思議に思っていました。博士曰く、残骸としては終焉の一部の特徴と一致しますが、ワームホールの一部の特徴とも一致します。遥か昔に誰かが終焉の力を使って地球と月の間に虚数通路を構築したのかもしれません。とにかくそれをきちんと利用できれば、もしかしたら成婚計画の弱点になるかもしれませんね。とはいえ、終焉の力を軽率に刺激できませんが、ヨルムンガンドの成婚計画や天命の未熟な当初作戦より、今私たちがすべきなのは、みんなにとって本当の意味で積極的な運命を見つけ出すことです。積極的な運命、自分の意思で自分が決めた目標に向かって、自由な方法で自分が主役の人生を全力で歩む。素晴らしい言い方ですね、ライデン名さん。これはエリシアが私たちに残した言葉なの。彼女は5万年前のケビンの仲間で、終焉が降臨する前に犠牲になったけれど。なるほど、もしかしたらヨルムンガンドは、いえ、ケビンは誰よりも私たちが成婚計画を乗り越えられることを期待しているのかもしれません。そうで、とにかく自分の愛する世界がいわゆるルールにもてあそばれる姿をただ見ているわけにはいきません。突然始まった成婚計画にペースを乱されたけど、セーフレイヤ、ネゲントロピー、それから天命、みんながまた集まることができたら、きっと他のプランを超えられる、終焉を乗り越える方法を作り出せるって信じてる。ええ、地球に戻れたらそれが可能になります。テスラ博士や長光さんがここにいたら、きっと彼女たちもそう思うでしょう。なるほどね、この二人が本当に考えてるのはおそらく。はいはい、デュランデル、科学者の仕事は科学者に任せよ。とにかく私たちはそれぞれ地球に戻る方法を探す、それが今の最優先課題でしょ。確かに、ここで時間を無駄にするのは下策です。そうですね、とにかくシュレーディンガー博士曰く、二人が十分に離れた後にキアナが空の律者の力を使えば、ブローニャたちを現実の月に戻せるんですよね。うん、そして不可のことに関してはあんたたちに頼むしかない。その時皆さんはケビンと対峙することになるでしょう。彼は勝てない敵ではありませんが、このタイミングで決戦を迎える必要もありません。ええ、私たちの最優先課題は地球で合流すること。それに私は信じてるわ、ケビンは私たちの敵ではなく競争相手だって。これが一つの試合なら前半はまだまだ終わってない。そうだよね。はい、一時的な勝負は重要ではありません。私たちの目標は
最後に勝利を手にすることです。では皆さん、また。お互いに頑張ろう。はじめまして、天命の S 級バルキリーちゃんたち。はい、よろしくお願いするなのです、ラムダ。誰？ AI、ハイペリオン・ラムダ。あの時、ゼーレさんが会った謎の人物ですが、彼女のことを信じて構わないなのです。それって、テレサ司教の戦艦に搭載されたあの人工知能の名前では？英語を回帰する沈まない船。確かにあれは私が誕生した源の一つだけど、彼女と私は独立した二つの存在だよ。私の名前にはラムダがついてるからね。私の理解が正しければ、二人は聖魂計画のエネルギー中枢を使って地球に戻ろうとしてる。そうでしょ？ええ、地球に戻るたびに便乗するつもりでしたら反対はしませんが。神殺し装甲は崩壊エネルギーがあれば機能するからね。聖魂計画自体の通路を通って一般人を一人多く連れていくのは別に大変なことじゃないし。ご厚意感謝するよ。でも英語回帰という言葉のように、私は疑似時間結晶で生きる命だから、聖魂計画の中ではみんなよりも自由なんだ。それなら、あなたがこのタイミングでここに現れたのは私たちに何かを教えるためでしょうか？正解。あなたたちはゼーレちゃんの説明を聞いて、歴史上で終焉は何度も発生してるって事実を把握したはず。実はその話をベースにした新情報があるんだ。キアナちゃんたちの帰還を迎えるために地球で準備作業をするあなたたちの助けになるはずだよ。結構いろいろ知ってるんだね。羅針盤博士が教えたの？いいえ、彼女はあなたたちが地球で再会する未来を観測したなのです。それは彼女がゼーレさんに地球に戻る方法を言い渋った理由でもあるなのです。あの時はまだ木が熟したとは言えなかったからごめんね。待ってください。未来を観測ですか？だって聖魂計画では何もかもが未来で起こるから。あ、この言い方はちょっとわざとらしかったかな。技術っていう視点で言えば、私の存在のあり方はゴージャ計画の中の趣味消しに類似してると思って構わないよ。何しろ時間結晶は、最も分かりやすく言うと循環する時間のことなんだ。もちろん厳密に言うと循環は私たちの惑星には存在しない。時間結晶もただの疑似だから。運命の糸も終焉の輪廻も不自然なメカニズムだよ。そのメカニズムに抗うために作られた聖魂計画も同じ。とにかく終焉の力を奪うとき、聖魂計画はその時間の属性を継承するの。聖魂計画を構築中はその時に限って地球の時間が非線形の状態になる。すみません、その説明に少し追いつけていません。あなたの存在のあり方は趣味消しと類似している。つまりね、私は疑似時間結晶の一部だから、理論上聖魂計画のあらゆる未来を見ることができるの。もちろん観測にもエネルギーが必要だから全知全能の存在じゃないけど、人類は時間の流れを考慮し思考するでしょ。それに聖魂計画の時間はもともと非線形だからこそ、全ては未来に起こるし、私はこんな風にできることをして
あなたたちを助けられるの。その過程は、うん、まるで夢を見てるみたいだよ。夢？夜になり夢の世界に入った時、私たちは役者になってそれぞれのステージで役を演じる。昼間はどう？昼間の私たちは現実世界でその役について勉強する。そしてあなたが劇場に来たのは役を演じるためではない。私たちの演出を見に来たのよ。終演にとっても成婚計画にとっても世界は一つのステージに過ぎない。ただ前者は物語の結末に、後者は物語の続きに重きを置く。人のポジションはそれらにとっては大して重要じゃないの。人にとってそれは苦しい結果だよね。でもそうなる原因は相手が人を気にしないからじゃない。むしろ逆に、そういう原初的な力が私たちを包容したいから、人類以外の概念で一人一人を愛したいから。かつての起源は終焉を裏切り、成婚計画もどうしようもない最悪の計画になったの。つまり人自体を消すことになるとしても、少なくとも成婚計画は人の物語で、人類の文明にステージを提供しようとしているということですか？いい感じに要点を押さえてるね。じゃあ、あなたは人類とは存在のあり方が違うのでしょう？うん。でも私はみんなに自分の物語を持ってほしいと思ってるから。